こんにちは、チーフのミラです。5月26日、本日のフロンティア TV を始めます。本日新着物件とはございませんので、ホームページの方ですね、リニューアルした部分を少しご紹介させていただきます。10日ほど前にですね、ホームページこちら中段のあたりを変更しました。でこちら4つですね、バナー作りましたけれども、皆様の声、ちょっとバナーが、以前のものは小さかったんでですね、ここにたどり着ける人も少なかったと思うんですけれども、ご契約者からいた、社様からいただいたアンケートですね、こちらの方に載せております。2番目は地域情報が出ております。毎週ですね、ツイッターの方で富士吉田と河口湖の情報、少なくとも1件ずつは毎週出てます。でピックアップしたものもですね、下の方に出しておりまして、また地図からですね探す場合はこちらから、出ます。ちょっと重いんでですね、時間がかかるかもしれないですね。で、特殊クロス部屋、まあ、賃貸では珍しいクロスをですね、ふんだんに使っている物件、フロンティアガーデンエクセレント、こちらのご紹介をしておりますね。どんなクロスかというのもですね、ちょっと載せてます。一般的な白いクロスだとですね、ちょっと寂しいんですけれども、かなりこうゴージャスにですね、使っております。私のお気に入りはこちらですね、ストーン調の壁紙なんですよね、結構石に見えますね。はい。そして最後にスタッフ動画、物件には関係ないスタッフの動画ですね。まあ人柄も見れるんじゃないかなと思いますんで、一番再生が多いのはこちらですかね。2000回を超えてますね、これ。また気になったらですね、チェックしていただければと思います。では本日はフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。